おはようございます。ですね、今回紹介する3作品なんですけども、すべて私の実況プレイ動画ではなく、動画をお借りしてそちらに後付けで声を入れさせていただいております。あらかじめご了承ください。まず最初に紹介するのはこちらダライアスですね。こちらのソフトはもともとアーケードにあったソフトで、アーケードのゲームなんですけども、メガドライブに移植されてたんですかね。ちょっと僕は存じ上げなかったんですけども、横スクロールシューティングです。で、ボスが魚類というか海洋生物なんですよ、なのでそれで覚えてましたね。ただ正直ちゃんとプレイしたことがないので、今回メガドライブミニに移植されてるっていうのを聞いて、まあ随分マニアックな人がいるんだなと、でもこれを待ってた人もきっといるんだろうなと思います。まだ一度もやったことがないっていう人はぜひ、僕と一緒にプレイしましょう。さてお次はこの軽快なミュージックとともにお届けします、スノーブラザーズニック&トムです。スノーブラザーズ知ってるって人は意外に多いんじゃないですか。アプリでも出てましたから。でね、スタートボタンを押すと突然シリアスな曲に切り替わるという、ちょっとゾクッとしますよね。ただ内容としては、バブルボブルやアイスクライマーに似たような縦型の、なんて言うんでしょうね、まあアクションゲームになってます。縦型っていうんかな、上に登っていくスタイルのアクションゲームです。まあ実際にプレイ動画なので、まあ見ていただこうかなと思いますけど、かなりマニアックな作品なんですけど、ルールは簡単で、A ボタンだったかな、 C ボタンもそうかな、レーザービームが出るんですよ、手から。それを相手の顔面に叩き込んで雪玉にすると、でその雪玉を相手にぶつけて倒して、全滅を狙うという、そういう分かりやすいいかにもなアクションゲームです。でなぜかお寿司とかが出てくるんだよね、アイテムで。これなんでだったか忘れちゃった。途中でドリンクみたいなアイテムがあって、それで自分のスピードを上げたり攻撃力を上げたりするってことができたような気がする。確かできた。ああそうそう、その青いドリンクとか、これでそうね、攻撃レーザーが太くなったと思いますけど、こういう感じで自分を強化しながら進んでいく感じです。でこのアクロバティックなジャンプよ、これがね特徴的、素晴らしいよね。で操作性がかなり良かったような記憶がある。思い描いた通り動いてくれる。お、赤いドリンク乗って速くなった。で確か早く倒さないと、あ出てきたね、こいつが怖いんだ、トラウマなんだ。無敵の敵が出てきて執拗に狙われるようになった。早く全滅させてどんどん次のステージに進んでいくって感じです。さらわれてしまった姫様を助けるためにスノーブラザーズは頑張るんですけど、敵がね、まあ怖いのよ、怖いの。そしてね、なんかすごい突然激しくなるんだよね。いやこれがこのスノーブラザーズのお茶目な点といいますか、まあポップでキャッチーなところですね。楽しい。いやとにかくね、いいゲームです。これは僕も結構好きでした。はい、ということで、スノーブラザーズもまだやったことないという方はぜひメガドライブミニで。さて最後に紹介するゲームはこちらです。このゲームを待っていたという方はとても多いんじゃないでしょうか。
コナミが送る名作、超名作シリーズのメガドライブ移植というか、メガドライブ版ですね。何かに移植されてたりとか、他でないストーリーになっていて、まあ見てわかる通りですよ。さっきムチ持ってる男がいて、遠くにヴァンパイアがいたでしょ。そう、悪魔城ドラキュラの、まあ、シリーズの一つです。ただ、悪魔城ドラキュラシリーズとはストーリーが異なる、あくまでもオリジナルのホラーゲーム、ホラーアクションゲーム、ヴァンパイアキラーということで販売されてたらしいですね。僕もそこまで詳しいわけじゃないんで、あまり下手なことは言えないんですけど、でこのゲームはすごくて、もうプレミアもプレミア、超プレミアがついていて、新品だと14、5万します。中古でも5万ぐらいするんですよ。すごいよね。でヴァンパイアキラーでは主人公が、2キャラから選べると、エリック・リカードかなと、ジョニー・モーリス、エリックさんの武器がアルカードスピアだったかな。アルカードって思って、これ知ってる人は知ってる、ちょっとドキッとする名前ですよね。まあ僕はあんまり喋りすぎてもしょうがないんで、今回はプレイ動画としてちょっと見ていただこうかなと思います。